furniture っていうのが、集合名詞なんで、深さが数えられないっていうこと自体は結構皆さん知ってるかとは思いますけど、それがなんでかっていうことに関してちょっと説明しておきますかね。複数形っていうものの本質。複数形っていうのが成り立つためには何が前提としてなきゃいけないかっていうところなんですけど、複数形が当然あるものとして、例えば、apples って言ったときに、個体は全部一緒ですよね。一緒っていうのは、リンゴ、apple っていう概念に当てはまる個体っていうのが、なんか桜みたいになってまあいいや。リンゴ A、リンゴ B、リンゴ C、どれ取ってもリンゴですよね。まあ当たり前なんですけど。もう同質のものが複数あるっていう、この同質性っていうのが、これが複数形支えてるっていうわけなんですよ。じゃあ、集合名詞のファニチュアはなんで数えられないかっていうと、ファニチュア A、ファニチュア1にしますか。ファニチュア1、チェア。ファニチュア2、テーブル。ファニチュア3、何があるかなと。ラック、例えば、棚とかっていうので、同質じゃないんですよね。その個別に見ていくと、椅子だの、テーブルだの、本棚だの、書記棚だの、別々のものを合わせて言うと何ですか？ファニチュアっていう形になってるんで、ファニチュアを複数にはできないっていうこと。これ、アップルっていうのが、リンゴ A、リンゴ A もリンゴ B もリンゴ C も、でもリンゴっていうのに比べて、複数形にできることを担保する、この同質性がないからっていうところで、それが結局、集合名詞、まあ他にもそうですけど、フルーツっていうのも実はならないっていうのも、フルーツ A、アップル、フルーツ B、ペア、フルーツ C、グレープフルーツとかっていう感じで、個体が全然同質性持たないから、果物のフルーツっていうのも集合名詞で、フルーツにできない。カタカナ語ではめちゃめちゃフルーツ言ってますけど、あれできないっていうのもそういう理由から。